中教当局は最近、エンタメ業界への締め付けを強めています。国家ラジオテレビ総局が、いわゆる女っぽい男を正すよう文書で指示したため、多くのテレビドラマが中断や放送延期に追いやられています。中教のこの動きの本当の目的を専門家が分析しました。中教のこの通達が出されると、男性芸能人が次々メイクをやめて黒髪に戻し、男らしさを強調しています。 最近、中共の国家ラジオテレビ総局や中央戦レムなどが、女っぽい男をエンタメ業界や動画生配信、オンラインゲーム業界から一掃するよう通達しました。この通達を受け、男性芸能人は男らしく見えるよう外見を変えたほか、テレビドラマは削除や延期を強いられ、インフルエンサーの生配信アカウントなども封鎖されています。中,中共の政治運営は、 左側に大きく偏っています中共の党文化のシステムの中では戦闘性とプロパガンダ性が非常に重要視されています。女性に対しても赤い化粧ではなく武装を愛せと強調しています。中共が男らしさを強調する背後にあるのは党文化による洗脳とマインドコントロールの強化です。また戦争準備のため社会全体に好戦的な雰囲気を作ることも目的です。 中共は国家機関を通じて男性に男らしさを強制しています。これについてその目的の一つは戦争準備もあるとの見方があり、実際に数年前から中共軍では兵士の逃亡事件が相次いで発生しています。現在、中共の軍隊を徴兵という観点から見ると徴兵が非常に難しい上、最初の3ヶ月間を辛抱できず逃げ帰る新兵が非常に多いのです。 この現象は非常に深刻な状態になっています。兵士の7割、8割は一人っ子だからです。中共は今、男に男らしくするよう強制していますが、この措置が本当に徴兵問題を解決して、戦闘力を向上させることにつながるのでしょうか専門家はこれを否定し、中共は骨の髄まで腐敗しきっている上、海軍や空軍には実戦経験がないので、 中共の軍事力は見かけ倒ししだと指摘しています中国の軍隊の戦闘力の7割から8割は兵器ではなく兵士に頼っています現代の戦闘における殺傷力は非常に高く戦いたいと思う人は多くありませんだから当局は給料のほかに追い線を与えているのですが今はそれすらも役に立たなくなりました命は金より大事だからです いくら金を払うと言ったところで死んでしまうなら金を受け取る人はいないのです次に中共は多額の費用を軍艦の建造や戦闘機に注いでいますがそれもそう見えているだけです軍隊全体の装備費の少なくとも半分は汚職で消えていて実際に装備に使われているのはその半分以下です

党に熱狂的な中誠を誓わせるつもりではないかとの見方もあります。NTD ジャパンがお伝えしました。